今回の動画はタミヤ35分の1スケールアメリカ軍駆逐戦車 M18 ヘルキャット、こちらの仕上げの様子になってます。いつも通りですね、動画の最後に完成品のご紹介、動画と静止画で撮影しましたので、そちらまでご視聴いただけると嬉しいです。で、制作の工程なんですが、すでに基本塗装を終了してます。今回ですね、エアブラシで、基本塗装丁寧にやってみました。普段あんまりこんな塗装時間かけないんですけど、ベースクロサフ吹いた後に、白でですね、グラデーションかけた後に、オリーブドラブとグリーン系の色を、何段階もグラデーションかかるように、塗ってみました。はい、ちょっとエアブラシの環境がですね、動画撮影できる環境がないので、毎回そこは省略してしまうんで申し訳ないんですけど、こういった形で塗装してます。で、デカールを貼った後ですね、チッピングを書き込んでます。チッピングはですね、筆塗りで書き込んでるんですけど、ちょっと少なめ、せっかく車体綺麗に塗装したので、あんまりチッピングやりすぎると元も来ないので、少なめですね、いつもより少なめに書き込んでいってます。ファレホ塗料を筆塗りでやってます。はい、続いてですね、全体をウォッシングしていきます。今回ですね、普段使ってない塗料ということで、AK から出てるウォッシングですね、エナメルウォッシング、NATO 軍のやつかな、ちょっと緑と黒がかかったような、色の、ウォッシング塗料を使ってみました。はい、結論からですね、結構やっぱいい感じですね。拭き取った後の残り方が結構なんか実写に近い感じで、ずっと買って使ってなかったんですけど、いい感じになったんで、次回も使ってもよかったな、なんで今まで使わなかったんだろうって若干反省しています。はい、まだですね、様子見でやってるんですけど、この後結構激しくウォッシングしだしてます。ピンウォッシュに近いかな、どちらかというと。はい、で、乾燥した状態ですね、ちょっとフラット気味になってる感じです。で、これを今回はですね、タミヤのエナメル溶剤で、筆に塗った状態で拭き取っていってみます。程よく残しながら、拭き取るという形で、この手法についてはですね、うまい方の YouTube の制作の方法をですね、参考にしてやってます。概要欄にですね、 URL つけておくので、ぜひそちらの方見ていただければと思います。はい、結構残しながらやってるんですけど、馴染みとかぼかし加減がいい感じになってるかなと思ってます。デカールはですね、説明はされたんですけど、切り込みとかが入ってて、ぴったりですね、貼れるようになってます。ただやっぱりデカールの軟化剤とかですね、いろんなデカール貼るときに使う液ですかを使った方がいいかなと思います。で、続いて足回りについては、ウェザリングペーストを今回塗ってみました。ちょっと足回りはですね、車体用が綺麗に塗れたので少し、激しめに汚してます。はい、こんな感じですね。これもほぼ終わった段階かな。キャタピラは今回ですね、中心に黒いラインが出るように、塗装してました。はい、で、続いてですね、アメリカ軍の戦車なのでやっぱり荷物を乗せたいので、パテで、各種装備品を製作しました。それからですね、紙固めるっていうツールを使って、毛布とかですね、布類ですねを今回作ってみました。はい、たくさん作ったんですけど全部使わずですね、まあ、ちょうどいい大きさがあるものをこの中から選択して、装備を最後載せてます。これは車体と同じような、塗装の仕方ですね。黒サフ吹いた後に、白で隠蔽陰影をつけてます。で、そこからエアブラシで基本塗装した後に、
ウェザリングしてるという状態です。まあ、ちょっと荷物ですね、いろんな色を塗ってみたんですけど、結論から言うと普通にグリーン系の色にしとけばよかったかなって思ってます。赤い荷物か一応左下の方にあるんですけど、ちょっといまいちだったかなって思ってます。はい、結構の数作ったので一個一個同じウォッシング液を塗っていって、この後乾燥後拭き取ってます。で続いてあらかじめくぼみを作っていたので、そこにマスキングテープを巻いていってます。マスキングテープを塗装した状態で適当な細さに切って巻いてます。はい、こんな感じですね。なんかパテで作る、こうベルトをパテで作る手法もあるらしいんですけど、ちょっとそこまで技術なかったんでマスキングテープで代用してます。こちらも大きめの装備品ですね。ブランケットを、はい、5箇所マスキングテープで巻いて、4箇所か、巻いてます。はい、で瞬間接着剤で構図を合わせながら、適当に乗っけていってます。結構このヘルキャットのこの手すりですか、左右についてるんですけど、荷物入れるようなあれがやっぱり強度が弱くてですね、結構今回パテで重い装備品を乗っけたんで外れちゃいましたね、何回も。はい、はい、こんな感じです。ジェリカンも乗っけてみたりとかですね、このあとヘルメットとかも乗っけてます。それからこのオープントップの真ん中にですね、縦に取っ手がついてるんで、その下にもブランケットを巻いてみました。これはネットで見た完成品のものを参考にして真似してみました。はい、すごい乗っけるといい感じですよね。あとですね、車体後方と、車体前方部にも装備品乗っけてます。車体後方にはですねドラム缶1個乗っけてみました。で最後ですね、仕上げで今チェーンですね、付属のチェーンを取り付けた状態になってます。はい、瞬間接着剤つけて、はい、これでほぼ装備についた状態ですね。はい、こんな感じです。方針付けのですねカバーはちょっと色味を変えてます。明るくしてみました。はい、で最後仕上げにですね、気になるところだけハイライトで少し明るいグリーンを筆塗りしてます。荷物を多めに乗っけてしまったのであんまり塗る箇所なかったかな、気になるところだけ、軽く塗ってます。はい、ということでですね、完成しました。この後完成品の紹介ですので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。素晴らしいキットでですね、本当に組みやすいです。ぜひ皆さん今在庫店お店とかにあるので買ってみて作ってみてはどうでしょうか。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、では失礼いたします。ありがとうございました。